ありがとこんにちは。ゆひこです。それでは今回なんですけども、吉野家が PayPay、LINEPay ペイペイなどキャッシュレス決済導入、メルペイのキャンペーンも延長決定へということで、今回は大きく書けて3つ、吉野家、メルペイ、そしてキャッシュレスの関連ではないんですけども、ちょっとしたお得な情報も含めてお伝えしていこうと思います。 それでは早速こちらですね。今日のニュースで知った方も多いかと思うんですけども、なんと吉野家がペイペイやラインペイなどに対応するんですよね。まあこれは嬉しいなというふうに思います。まあこれまでスイカや楽天エリーナナコなどほとんどの電子マネー、そしてスマホ決済の場合は、オリガインペイなどが対応していたんですが、なんと9月の10日本日より、新たにペイペイ、ラインペイ、メルペイ、アリペイの4種類が追加されます。いや、これは吉野家を利用する方であればいいニュースですよね。まあそれに伴って、 吉野家では2つのキャンンペーンが始まりますますず一つ目っていうのが、吉野家で使える LINE ンの200円オフのクーポン。こちらは9月の10日の本日より9月の23日まで使えるので、まあ、結構余裕を持って使えますね。ちなみに牛丼1杯が税込みで380円なので、今回のクーポンを使って実質180円で食べることができます。 次に二つ目は、アリペイで10%オフのクーポンがプレゼントということで、これは中国の方向けのスマホ決済サービスのアリペイなんですけども、まあ、もし使ってらっしゃる方がいらっしゃいましたら使ってみるのもいいと思います。こちらは10月の9日までの期間ですね。まあ、ここまでが吉野家に関する情報です。 次に二つ目はメルペに関する情報です。現在開催中のキャンペーン、ススメルペ、こちらのキャンペーンの延長が決定しました。もともとあの9月16日までだったんですが、今回なんと10月1日まで延長ということですね。このキャンペーン自体はメルカリのアプリをやってない方に向けて、招待コードをもらって登録をしたら、招待した方と招待してもらった方、それぞれに300ポイントがまず入ります。そして銀行口座の登録や免許証などを使って、まあ、本人登録が 完了したら1000ポイントが入るので、これで合計1300ポイントがお互いに入ります。ちなみにメルカリの登録だけしておいて、初めて本人確認をした場合は1000ポイントのみとなっています。多分このチャンネルを見てくれている方のほとんどはメルペをされている方が多いと思うので、ぜひですね、お近くのご友人やご家族をバンバン誘ってメルペ決済を楽しんでみるのもいいと思います。ちなみにもらったポイントは40日間の有効期限となっていますので注意が必要です。 そして最後3つ目なんですけどもこれはキャッシュレスに関する情報ではないんですけどもなんと明日からあの丸亀製麺にてお得なキャンペーンが開催されますそれがこちらなんですけどもお好きな釜玉ままうどんを買うと釜玉ままうどんの波が一杯無料でついてくるという丸亀月見祭というキャンペーンですね期間が明日の9月の11日から9月の13日までの3日間で17時から閉店までのみとなっていますお近くの丸亀製麺がある方はぜひですねこの キャンンペーンを利用してみみるののもいいいと思いますちなみに丸製麺の一部店舗でではペイペイ決済も可能なので一杯無料でプラスペイペイ決済ができたらさらにお得ですね。まあ以前も似たようなキャンペーンがありまして僕も一人で二つ注文してそれがこちらなんですけども波二杯分なんですが結構あっという間に食べれてしまいますね。そして周りのお客さんを見たら僕のように一人で二杯頼んでる方もいたのでちょっとびっくりしました。まあそんなこんなで今回は吉野家がペイペイや l LINE p ペイに対応メルペイのキャンペーンのエン そして丸亀製麺で3日間限定のキャンペーンということでこの3つについてお伝えしましたまあ吉野家に関しては今日から使えるので LINEPay の割引クーポンを使ったりもしくはメルペイのキャンペーンでご友人ご家族を招待して入ったメルペイポイントで楽しんだりと使い方は様々あるのでご自身でぜひこれらのキャンペーンを楽しんで使ってみるのもいいと思います、まあ、今紹介した3つのキャンペーンについてのリンクも下の概要欄に載せておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました